皆さんこんにちは、私は世界自然遺産知床のですね、斜里町役場商工観光課のひろきと申します。よろしくお願いします。まずですね、この、クマのような、ゆるキャラなんですけど、斜里町のゆるキャラということで斜里っ子さんという名前がついておりまして、ちょっと簡単に説明させていただきます。まずですね、頭の上にですね、斜里岳っていう山がありまして、日本百名山にも選ばれている有名な山ですね。今雪が積もっていてかなり綺麗な山となっております。そしてその麓にですね、ジャガイモがたくさんありまして、美味しいジャガイモもいっぱい取れるところとなっております。そして次にですね、鮭のネックレスをしておりまして、この鮭がですね、日本一の水揚げということで、有名なものとなっております。で最後にですね、斜里っ子さん大好物がですね、流氷でして、この手に流氷がついていますといったようなゆるキャラとなっているんですけど、こんな斜里っ子さんのですね、出身地の斜里町はですね、昨年ですね、国立公園して50周年を迎えまして、今年は世界自然遺産10周年記念ということで、最近はですね、富士山の世界遺産の登録が話題となったと思うんですけど、知床はもう、早いもので10周年ということになっております。で知床はですね、自然ですとか動物がたくさん豊かで、存在することからですね、秘境や最果ての地と呼ばれているんですけど、先ほど網走さんからも説明のあった通り、中部国際空港から女満別空港までですね、2時間ほどで行きまして、そこから知床はさらに2時間ぐらい車で移動したら、行くことができます。意外と最果てって呼ばれているのに遠いかなと思うんですけど、行ってみたら意外と近いところで、自然も豊かで料理も美味しくて温泉街もあってということで人気な観光地となっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。そしてこの後じゃんけん大会があるんですけど、斜里町で採れたものも、多少ではあるんですけど提供させていただいてますので、じゃんけん大会の方も頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。斜里町からの PR でございまして、この斜里っていうのはアイヌ語から来てるんですね。アイヌ語でなんか足が生えているとこっていう意味らしいんですけども、そういう感じで北海道の地名って結構アイヌ語から来てるところが多くてですね、読みにくいのがいっぱいあるんです。でさっきもやったんですけど、さっきはいた方もいるので今度違うところでやりたいと思いますけどね。これなんて読むか分かる人います？これなんて読むか分かります？分かる方なんでしょう？ユームと書きますけど、これを北海道でオウムと言います。オウムというところです。これオウムっていうんですね。それからこれ読めますかね？これは読めますか？オクトと書いてオケトと読みます。これオケトって言うんですね。全部なんかアイヌから来てる言葉が多いんで結構読みにくい。さっきやったのはこういうやつですね。これはオコッペって読むんですね。オコッペ、それからこれはクンネップって言うんですね。一回じゃ覚えられないと思いますけど、とにかく北海道の地名っていうのはいろいろと読みにくいものがたくさんあるということを覚えておいてください。それがまた興味につながるということでございます。みんなアイヌの言葉から来てることが多いということです。では、もう一つ町のことを紹介してくれる方が来てくださってますので。